フットワーク FA12 は、フットワークが1991年の F1、世界選手権3専用に開発し投入した、フォーミュラカー。9番車は、ミケーレ・アルボレート、10番車は、アレックス・カフィとステファン・ヨハンソンがドライブした。チームは、ポルシェ35123.5リッター V 型12、気筒エンジンを搭載した FA C、FA11C、FA12 を、シーズン初めに投入したが、 コルシェエンジンは使い物にならず、ギアボックスなどの駆動系の信頼性も深刻であった。フランス GP からは、コスアース DFRV があった8気筒エンジンを搭載した FA12C を投入することとなった。シャーシは、前年ティレル HQ が導入したハイノーズを独自解釈し、ノーズ先端からフロントウィングを1本のステーで吊るすデザインを採用した。 ポルシェ3512はフットワーク FA12 のために開発されたエンジンであったが V6 エンジンを縦に2機繋いだような代物で通常のエンジンがクランクシャフト後端に出力軸があるのに対し3512はクランクシャフト軸方向の中央から取り出す方式だったためサイズも重量も他のエンジンに比べると大きくまた特殊な位置になる 入力軸に合わせたギアボックスの新開発等、シ,ャシー側の大幅な再設計が必要であった。シーズン序盤は1990年の A11 に同エンジンを搭載したフットワーク FA11C が投入された。アメリカ GP ではカフィが予選落ち、アルボレートはリタイアし、ブラジルでは両者もに予選落ちした。戦目の,のからは FA12 が投入されたが、 カフィ、アルボレーと共に予選落ちし、カフィは交通事故で負傷したため、カナダからステファン・ヨハンソンが代役で出場したものの、リタやメキシコでは予選落ちと、ポルシェエンジンは一度も乾燥することなく、海一から退場していった。ポルシェ3512エンジンポルシェエンジンに競争力がなかった一つの理由がその重量であった。クラッチ。 フライホイール及びその他の付属部品が装着された状態での重量は418ポンドもあり、フェラーリやホンダといった同時期のエンジンに比べて重量がありすぎた。また、パワーセンターテイクオフ方式は油圧系の問題にもつながった。また、イモラにおけるテストでは、アルボレードがモナコ GP 予選中にはカフィがモノコックとギアボックスが分離し、 出荷するほどの大クラッシュを演じたことも事態を悪化させた。チームはポルシェエンジンの使用を諦め、第7000フランス GP からはコスアース DFR に換装した FA12C を走らせた。しかし入力軸が特殊な位置にあるポルシェエンジン用ギアボックスに DFR を組み合わせるためにトランスファーボックスを必要とすることになったが、 そのトランスファーボックスに頻繁にトラブルが発生し、結局シーズン後半に何度か完走したものの、年間獲得ポイントは例でシーズンを終えることとなった。ありがとうございます。